こんにちは、ササピオです。今空港まで電気屋さんに行きたくて行ってきたんですけど、お腹空いたんでいつも動画で何か食べてね、とりあえず沖縄のステーキ屋さん行ってみようと思います。まあ、前回も前々回も行ったんですけど、まあなんか、あ、これって感じがするんだよね。とりあえず行ってみます。着きました。やっぱりステーキです。めっちゃ風強い。お腹いっぱい。肉食べたかったからよかった。何ヶ月ぶりって言うとちょっと言い過ぎだけど、ステーキ食べたの数ヶ月ぶりじゃないか。めっちゃ美味しかったです。お腹いっぱいですね。さっき那覇空港のビッグカメラで買ってきたものをレビューしていこうと思います。はい、というわけで帰ってまいりました。今回買ってきたのはこちら、BOSE のサングラス型イヤホンスピーカーっていうのが正しいのかと、替えのレンズです。ちょっと気にはなってたんですけどね、なかなかちょっと手に入れる機会がなくて、で昨日も紹介してるのであれなんですけど、このこいつも普段使ってるこのワイヤレスイヤホンもこの BOSE なんです。もうね、ちょっと分かりづらいけど BOSE って書いてあって、で昔から BOSE がいいと思っているので、ここに関しても音質云々の話はちょっと置いといて、これがどんな商品なのか、もうすでにね、いろんな方がレビューされてるんで、ささっといきましょう。開けます。最近こういうの多いよね。来ました。よいしょ。こんな感じ。ケースに入って、下に説明書がありますね、これね。
まあ、ケーブルが特殊だって聞いてて、それがちょっと不安なんですけど、うん、説明書です。うん、よいしょ。で、本体袋が入ってるらしい。で、この袋にケーブルが入ってるのかな。ね、よいしょ。はい、もうなんかタイプ C のようなサイズ感だけど、磁石がくっつくのね、ツルのところにあるんですって聞いてる、知ってる。ここ立ってほら、こういう感じでピタッと貼っつけて充電するっていうことになります。まあ、充電しないととりあえずは使えないだろうから、今はとりあえず、うん、こうなるんだね、ふーんなんですけど、ね、こいつすごいのはこういう向きで、要は 下向き、ひっくり返して置いといてあげると電源が切れるんだって。すごいね、っていうのと、あとは、こっちだね、これ。これどうやったっけな。今回ね、ちょっと車を運転する予定があるので、これを買いました。うん、変光レンズのやつです。あんまりミラーのって好みではないんですけど、さすがに全くレンズを抜いて使っておくっていうのも厳しいなと思って、買ってみました。全然上がねえわ。説明書がみっちり入ってるわ。ちょっと後で読んでおきますという感じで、今日ちょっとこの後仕事があるので、この仕事中にこのレンズを外して、とりあえずスピーカーとして使ってみようかなと思います。で、どんなもんなのか体験してみようと思います。はい、というわけで、1時間ぐらいかな、1時間半ぐらい、ちょっと途中ね、アップデートが入ったので、アップデートかけてたんですけど、かけててみて、横幅はね、ちょっと狭いなという印象があります。こう、ちょっと押される感じはある。でも、そんなに嫌な感じはなくて、で、かつ、なんて言うんだろう、ほんと不思議な感じ。前に、こう、ここに挟むタイプのアンビーっていう、イヤホンを使ってたことがあるんですけど、アンビはもうなんか音が鳴ってるっていうのがはっきりしてたんだけど、まあ、それも割と不思議な感覚ではあったんだけども、それ以上にね、こう頭の真ん中あたりにこの真下ぐらい、この辺、ね、になんか音のこう定位があって、こう自分からこう音が鳴ってるのが聞こえてるみたいな、こういう不思議な感じ、なんか伝わるかな。っていうところでですね、結構面白い感覚があります。で、仕事をしながらこうやって聞いたりとかできるし、なんかこう、わざわざ止めてなんとかするとかっていうことが必要ないっていうのは非常に便利だなって思いました。実際今ここ音楽鳴ってるんですけど、なんか聞こえるのかな？どうなんだろう？ちょっと音を止めて静かにしてみる？はい、どうですかね、聞こえたかな。ちょっとまだね、こう 無音のところに置いといたらやっぱり聞こえるし、エレベーターとかだったら多分聞こえちゃうと思うので、内容によってはね、もう不適切な場所もあるとは思うんですけど、これを下げたりとか、あるいは調整したりすればどうにでもなるかなと思います。なので、この感じをしばらく使って慣れていってみたいなと思います。で、ちなみに、これは他の方が調べてた情報なんですけど、今ね、イヤホンをつけても運転とかは禁止されていますが、警視庁によると、電話での問い合わせなどに対しては、塞いでいない、かつ外からの音が聞こえている状態であれば問題はないという判断がそうです。なので、少なくとも警視庁管轄のところでは問題ないかと思うんですけども、他のところは地域によって違う可能性もあるので、自転車でどっか行くときとか、あとは車でどっか行くときとか、場合によっては何か起こることもあるかもしれません。心配な方はしっかりと確認をして使っていただけたらと思います。こんな感じで、ちょっとしばしこれは使ってみようと思います。また多分これで出てくると。サングラスが似合わないんでね、本当にレンズを入れるのはちょっと
怖いんですけど怖いっていうか似合わなさすぎて嫌なんですけど、あの運転中とか偏光レンズの方がいいなと思ってたので、あのミラードシルバーを買っておきました。それでね、ミラードシルバーです。これをこれ偏光レンズなんで、変な向きからの光を減らしてくれて少し、見やすくしてくれるっていうメリットが出ます。なんでこの偏光レンズをうまく使って運転しやすくなるといいかなって思ってます。そんなわけで今回はこの BOSE フレームズアルトの紹介をしてみました。素敵なものだったというわけでまたお会いしましょう。ごきげんよう。